具志堅創生は、戦前の沖縄県の警察官で、宮古民政府の政治家。実業家として著名で、沖縄の地ビールとして、名を馳せるオリオンビールの創業者である。沖縄県那覇市出身。大城県吉、宮城西郎、国馬高太郎などと共に、沖縄財界四天皇と称される。明治29年8月22日に、那覇市柿花で生まれる。 島尻農学校を中退後、1918年22歳で大阪に渡り、造船所で働く。その後200円を貯めて沖縄に戻り、沖縄県警察部に入職する。沖縄戦までに沖縄県内の警察署長を歴任する。那覇警察署長時代の1945年4月、沖縄戦の爆撃で警察署も豪へ退避することになると、愚子県は、 部下の若い隊員に命じて、デパートの焼け跡から米やメリケンコなどの物資を、反田川のゴートキッコーボまで収集させた。また5月19日頃の軍との会議では、ある参謀が、沖縄人は、ほとんどがスパイだと公然と言い放ったのに対し、沖縄出身の兵隊も、前線で勇敢に戦っているじゃありませんか。捕虜のみで、米軍に逆らうこともできず。 生きるためにやむなく従っているのですと反論した。6月、沖縄戦で沖縄本島に上陸してきた米軍に警察署を包囲されると、具志堅は部下を投降させて自分は自決しようとし、持っていた拳銃の引き金を引いたが不発に終わり、部下と共に投降して捕虜になった。戦後は沖縄民政府の知念地区警察署長を務めた後に退官し、 宮古民政府知事に就任した。知事退任後は実業界に入り、1950年に具志券醤油合名会社を設立。1957年には沖縄ビール株式会社を創業して、ビール販売の県内シェア1位を獲得することに成功する。1960年、沖縄精神療法園初代園長就任したほか、 1958年から1979年までの約20年間沖縄社会福祉協議会会長を務めるなど社会福祉事業にも貢献した。1979年12月29日83歳で他界した。ありがとうございます。